まあ、主に噂されてるのはサイレントシャッター、まあ、D850 にもあったのかな、サイレントシャッターと、あとボディ内手ブレ補正なんですね。はい、どうもこんにちは、たかしでございます。今日はね、ついに発表されましたニコンの D6 についてお話をしていきたいと思います。そう、 D6 とね、あとレンズ、ちょっと待ってくださいね。そう、ちょっとね、見ながらじゃないと話せないんで、 AFS のニコール120から 300mm F2.8E FL ED SR VR という、まあちょっと長いものになるんですけれども、まあこれ120から300が撮れる F2.8 同士のレンズということで、まあ、本気ですよね。これもう完全にオリンピックに向かって、全力の姿勢なのかなと思うんですけれども、まあ、当然ね、この D6、まあ、D5 からの後続機、 D5 の後続機にあたるわけなんですけど、このねラインは完全にスポーツカメラということで、まあ、何に特化してるかというと連写枚数、あと ISO 感度の低いところでもね、ノイズが出づらいというところ、まあここが主な戦場になってくるわけですね。で、当然ね、D6 に関してもここのところはだいぶ拡充をしてくるんじゃないのかなと思っております。ただね、あくまでも一眼レフなので、物理的なねシャッターをこう動かす動きっていうのがあるので、マックスの撮影枚数っていうのはやっぱりどうしても限られてしまうんですね。なので、まあそこの秒間12枚のね写真を撮っていた D5 から、まあ、どこまで進化できるかっていうのは今回の、まあ、勝負ポイントになるんじゃないのかなと思います。ただその上でね、ミラーレスで培ったものっていうのは、今回ね、この一眼レフに反映されるんじゃないかっていう噂がすごい出ております。で、まあ、主に噂されているのはサイレントシャッター、まあ、D850 にもあったのかな、サイレントシャッターと、あとボディ内手ブレ補正なんですね。今までね、一眼レフにはボディ内手ブレ補正ってほんの一部のメーカーさんのほんの一部の機種しかなかったんですけど、これがね、まあ、多分ミラーレスを開発してきたっていう実績のおかげで、ニコンの D6 にもね、搭載がされそうということで、噂になっております。まあ、これもね、90D、 EOS の 90D には瞳オートフォーカスを積んできたように、ニコンの方でもね、しっかりとねこのミラーレスの開発っていうのを反映してくれる素晴らしいカメラっていうのは出るんじゃないかなと思ってます。まあ、詳しく言うと、例えば、まあ、ボディ内手ブレ補正そうですね、サイレントシャッターそうですね、あとは瞳オートフォーカス、あと動画周りの性能ですね。この辺なんかもすごく気になるところではありますね。うん。あとね、どうしても、ニコンはマウントの径、一眼レフの、まあ、レンズのこの丸のサイズがちっちゃいっていうのがネックということで、ミラーレスからすごく大きくなったんですけどね。この一眼レフのこのマウント径って言われるものがちっちゃいので、まあ、画質、どこまでね頑張れるのかっていうところが一つの、まあ、ポイントになっていくんじゃないのかなと思います。まだ噂の段階、まあ、発表の段階なので、まあ、多くは語れないんですけれども、ちょっとねこの情報すごい楽しみにしていければなと思っておりますので、またこの動画でもお話できるんじゃないかなと思います。はい、本日はそんなところになります。